じゃあ、かきちゃん、来週火曜日10時ね、アトリエで。かしこまりました。てよろしか、く。すみません、なんでレコーディング急にしだしたのか。いや、なんといなやいくなってさ。や、意味わからないです。なんとなく。そうそうそう、前にはい。さ、あれ、新幹線だったね、新幹線の。これ動画ですか？これ今、動画です動画になってますよ。はい。安心しか？やて。だな。動画になってる。安心できない。はい。新幹線の何ですか？何、そう、新幹線でさ、話した内容覚えて。前買ったじゃん。大判。撮影。あれくれるんですか？贈呈していただけるんですか？いや、普通にもう入札のスターティングプライスは出たから、その金額で買う？大判の件なんだけどさ、この大判の件で、6日にさ、MDC も出品するあれを各社に譲ろうかって言ってさ、大判の話よ。覚えてます。あれって本当にやるやつなんですか？いやいやいや、あなたね、僕は冗談はよく言うけど、恋について冗談言わんよ。あれ、冗談、本気のやつだったんですね。まあまあ、なんつうんだろうな、大判に関して言うと、今までさ、いろいろ動画にしてきて、なんか、情が入ってきたっちゃ入ってきたけどね、そまあ、コインに愛着が湧くみたいなのと一緒でってことですね。う。しかもさ、嬉しいことに、スターティングプライスで3万ユーロよ。いや、すっごいですよね、3万ユーロ。なんでついたんですか、3万ユーロ。大判ってさ、大判小判もそうなんだけど、あれって修正をしてるものがほとんどなんですよ、世の中。で、大判とか PCDS しか鑑定してないんだけど、MS64。確か最高が MS65 だっけな、あれ。で、その中でも高鑑定がついてさ、で、あれって状態のもの、なかなかないから、それで希少性、市場性含めて高値ついてるね。で、この間の TICC なんかでも1000万超えの大判全然あったからね。あんまり僕自身、大判とか、まあ、日本のお金とか、そんな話しないじゃない。全然。全然しないです。大判めっちゃ高いっつ高いからね。そうなんですか。そう。だからまあ、あとは日本の個性も注目されてきてるから、世界中でね。そういうのもあるし、MDC モナコさんはね、以前から結構太い付き合いしてるからさ。で、あそこの顧客は、大判のお客さんもいるみたいだから。もちろんね、いろんなオークションハウスに打診はしたんだよ。打診はしたけど、オークションハウスに顧客がいないと断られるオークションハウスもやっぱ何個あったからさ。それは断られるっていうことは、ちょっと初心者ながら、なんていうんですかね。あんまり、なんていうんですか、人気がないっていう捉え方ではないんですか？例えばさ、だって吉野家の牛丼食べに行ってんのに、そこでラーメンのニーズとかってないわけじゃない。なるほど。そこにいる、その店の顧客に相性がいいかマッチするか。だってオークションハウスとしてもっと高値で売れたら嬉しいわけじゃない。確かに。だからそこに対して自社の、ユーザーがいないっていうことを言われたところもいくつかあったよ。販売手数料じゃないですけど、そのオークションの出品費でとかでも、落札代でとかでもあるから、やっぱできるだけ高く売れるために。落札されなかったら、働きは無駄になっちゃうわけだから、それは売れた方がオークションハウスも嬉しいじゃない。だからオークションごとで色がやっぱ違うんですね。例えば大判をよく集まる人が、日本の円が好きでみたいな、小判が好きで。西もなんか世界中から愛されてるオークションハウスだから、歴史もあるね。まあ、あとはオークションハウスによって、まあ、価格差倍とか全然あるからね。だから間違えちゃいけないよねっていうのが一つ。オークション選びから大変ですね。大事。だから売却するときに何も知らずに適当に売却、オークション出す人いるけど、本当危ないからさ。まあまあ、だからいい値段ついたっていうのもあるし、まあどうせならね、日頃から本当にね、仲良くしてくれてる各ちゃんに譲った方がいいかなって。別に、いやー、ありがとうだから伸びたで、ね、そしたら利益になるだろうし、まあ。ございます。ありがとうございます。3万ユーロっていうと、日本円だと、ざっくり500万ぐらいじゃない？確か購入時って300万ちょっとでしたっけ？300万だか330万だったかだね。新幹線でもちょっとお話ししたんですけど、なんか350万とか、その購入価格に近いところっふざてけんじゃないダメですダメですか？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 
可能性もあるし、修正のものもあるからね。こういう。あ、そっか、裸だもんね。そうよ、裸で一回鑑定出したらさ、鑑定つかなかったんだから、その時もドーンだよ、テンション。でもそんなわけないと。こんな素晴らしいものに鑑定つかないはないよ。はいはいはい、本物だけど鑑定つきませんって来たんだよね。だから、ふざけんじゃねえと思って、もう一回鑑定出したら MS64 がついたわけですよ。そんなこともあるんですよね。あるある、あるし、途中で諦めたら、そこで試合なんちゃらでしょ。急にちょっとうさんくさいじゃないですか。やめなさい。でも、うん、そうか、だから鑑定出して評価されなかって、うん、ああ終わりだって思う人たちもやっぱなんか多いんじゃないですか。
もう一回出して全くつかなかったものがつくっていうのってすごいですね。執念でございますよ、執念。なるほど、そこの部分ってことですよね。この人は何ですかって聞かれたら執念っていう、もう本当は本当に良くないやつだよ本当は。まあこれから、はい、ね、諦めなかったよね。絶対そんなわけないっていうのは分かってたから。とはいえさ、まあオークションっても全部が落札されるわけじゃなくて、大体落札 80% から 90% とかなわけだよね。だから売れない可能性もあるから、はい、スターティングとしてこれだけの金額ついてるから、ね、まあまだ分かんないんだけどさ、まあ仮に売れなくても、はい、次回別のオークションに出すってこともできるし、3万ユーロスタートっていう基準ができたわけじゃない。それはもう MDC モナコ側からの評価ってことですよ。そうだよ、そうだよ。もう本来だったら、いや、もうちょっとこうだからこうじゃないっていう提案とか、そういうやり取り、セッションってあるんだけど、今回もなしだもんね、はい。じゃあそれでいきましょうっていう。買った時よりさ、円安が進んだっていうのはあるよね。確かに、全然違うんじゃないですか、あの当時と。まあ、もしくはそうな、今回のオークションで事前に調べてるコインあるから、まあ、そこにアタックしてもいいしさ。まあ、大盤が売れていくのを指くわえて眺めてるだけでもいいわけですから。じゃあ、もし、ちょっと売れなかったらというか、うんうん、その時はまだお手伝いというか、なんかオークションの出し方もちょっとわからないんで、それもなんか教えていただきたいです。まあまあ、もちろんもちろん。まあ、実際、スターティングプライスで3万円よりついたって事実だから、まあそこをベース、はいはい、セッションはいろんなとこで行えますから、ただ、はい、事前入札はまだ入ってないのかな、確か。でもこれも作戦の一つで、ライブ入札で。来るコインなんかたくさんあるからね。今だってね、入札、事前入札みたいなのができる状態でまだ一つもないっていうのは結構あり得ることなんですね、うん、なんかちょっとそれだと不人気なのかなみたいなことはあるんですけど、まあ、当日急にポンっていう。もちろんもちろん、だって事前入札の確かにできることを知らない人もいるから、うん、かそもそも事前入札するメリットってあるんですか。あんまない、値段上げるだけ。大体それで落札できないんだよ。日本にいる人の場合はオークション、はい、ものによってはさ、夜中の2時スタートとかあるわけじゃん。だからその場合って事前入札やっとかないと起きれないよ。いるわけよ。最低限の最低限のリスクヘッジというか、うん、誰もいなかったら手を挙げておいて。でも2時酔っ払っちゃってっからさ、オークション盛り上がっちゃうよね。ダメだよ。ダメ。どうする、正直なとこどうする。こういうのも縁じゃないですけど、繋いでいくもので、昔のものを全然ね、どうって言われてるわけじゃなくて、実際に3万ユーロついて、それこそここから上がる分は自由にしてくださいっていうことでもあるので、逆に本当にいいんですかということで買わせていただければなというふうに思います。さあ、OK、 じゃあ決まりね。ありがとうございます。支払いってどうすればいいですか。何でもいいよ。まあ送金でも現金でもいいし、別に金の延べ棒でもいいし。金の延べ棒は持ってないのでまあ、まあ、じゃあ現金でいいですか。マジキャッシュで500っすね。 OK。 じゃあちょっとそちら、福岡で大丈夫ですか。東京に来る予定ってないですか。あ、まああるから東京でもいいし、まあちょっと日程は後でまた調整しましょうか。わかりました。まあでもね、日本の5000ってまだまだ世界的に過小評価されてるから、デザイン性がさ、ちょっとね、少しなんかこう重々しいというか、日本ならではだよねって感じのデザインだけど、でも大盤はね、見たじゃん、すごいじゃん、はい、破壊力。年々価値上がってきてるからさ、出品数も参加者もね、増えてきてるのは確かだけど、本当に状態のいいものっていうのはなかなか出ないから、今回は本当チャンスだと思うよ。まあ、あとは世界のアンティークコインのさ、動向も、かきちゃんももう分かっての通りさ、圧倒的に関わらせて、かきちゃんと一緒に関わらせてもらってから、すっごい伸びてるわけじゃん。そうですよね、本当に。どんどんいいコインがなくなっているっていうか、買おうと思ってたらもうないみたいな。金額も考えさせてくださいなんてもう言ったもん負けみたいな感じですよ。日本人みんな言うんだよ。世界でそれ言ったら、あ、じゃあ君とはご縁がないね。うおーみたいな。もう喉から魂出ちゃった。本当に。これはやっぱり、葉山さんじゃないと僕も500万って。うん、やっぱ大きいので、まあ、大きいですよ。めちゃめちゃ大きいですよ。でもそれぐらいいいものだったりとか、普段から扱ってるのをこうそばで見させていただいて、まあ、間違いないというか、そこはもう僕は思うので、託させていただきたいなというふうに思いますね。ありがとうございます。まあでも今回さ、本当に売れなくても大丈夫、はい、で何が言いたいかって、結局さ、今の日本の現状とかって見てもさ、まあ来年2025年にはドルの崩壊、アメリカ市場の崩壊で、現在は今バブルの状態なんだよ、世界中で、はいはい、でアメリカの株がバブってるから、でこれってドットコムバブルとも言われてて、まあ昔っていうのはさ、自動車とかなんかそういう石油とかのバブルがあって、それは崩壊しました。で崩壊前夜何が起こるかっていうとさ、すごいんだよ、世の中の人が、ねえねえ死に、はい、そう最近始めたのみたいな人が増えてきてるわけでしょ。聞いたことあると思うけど、ジョン・ F ・ケネディって聞いたことあるでしょ。聞いたことあります、はい、ケネディ家っていうのは、まあもちろん由緒正しき、まあ、一族でお金を持ってる偉い人たちなんですけど、暗殺されちゃったけどね、ジョン・F ・ケネディのお父さん、
のケネディが街を歩いてるときに、まあ、スーツで革靴を履いてね、うん、靴がちょっと汚れてたから街の靴磨きの少年に靴を磨いてくれますかって言ったのよ。したら、うん、その少年なんて言ったかって言ったらね、これ有名な話で覚えておいて、よお父ちゃん今日の相場はどうかい、靴磨きの少年ですら相場どうだいって知ってるってことはもう暴落するって思ったケネディは一族の持ってる株を全部売っ払ったの。すぐやばいぞこれはと。そしたらその次の日に大暴落だよ、バブルの崩壊。だからケネディ一族は今も残れてんの。そうじゃなかったらハーですよ、はみくずになったんだ。ってことは世の中の人たちが新ニーサ新ニーサって騒いでるって異常じゃんそもそもってなった時に、今の金融資産これ危なくなってくるから、だから今の段階でこの大場に変えるっていうのは本当にまさに、うんうん、本当にそこって本当大事だからさ、今の日本の現状、世界の現状ってそういうとこだよって、みんな今バブルだと思ってる人いないんだよ、ネガティブなニュースばっかり流してるから。でもバブル数字で見ると、そして日本の給料は1988年から今半分ぐらい下がってんだよ。実は上がってないってニュースだけど、増税、はい、何もかもが上がってる、物価上昇ってことは実質賃金と目的賃金とかいろいろあるんだけど、賃金の価値で言うと今1988年の半分になっちゃってる。でこっからまた10兆円以上の増税始まるからね。10兆円ステルスで国民から搾取してるっていう時代だから見えないんだよ。ステルスだから透明化をした搾取軍団がこう来てんだからやばくない？やり手ですね。だからこそ資産を守っていこうって話いつも言ってんだけど、本当にやばい状況っていうのをちょっとでも本当に皆さん俺は伝えたいんだよね。3年間ずっと YouTube で今やらせてもらってるけど、本当に伝えたいんだ、はい、そういうこと。確かにそう言われると、コレクターと投資家がこう混在するこの市場というか、うん、アンティークコイン投資の中で一番最初の入りで言うと投資の方が強いので、うん、気持ちとしてはそこで勝負じゃないですけど一回経験として、はい。お前今せっかく録画してるから初めて見た方のためにちょっとね、そういうのも踏まえてお話をしていきたいなと思うんだけど、まあそもそもコインって、まあ、紀元前のお金とか100年以上経った昔の通貨とか、うん、あるとかのことで、はい、で歴史的背景のコインが一枚一枚に詰まったこうロマンとか歴史っていうところに資産性があると、そういったポイントはお金の価値を上げてるっていったところだから、うん、アートに近いんだよね。てかアートと一緒、ジャンルは。でコレクターと投資家が混在する産業だから、うん、価値がゼロになることっていうのは理論上ありえない。でさっき言ったジョン・ F ・ケネディの話だけど、株価ってさ、株券、はい、あれって倒産しちゃったらパーになって紙切れだよね、うん。あとはまあそうだな、匿名性の高い部分とかね、今からって世界がどん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 閉鎖的になっていって、海外に送金をしたことがある人は分かると思うけど、今ものすごい厳しいじゃないですか。でめちゃくちゃ厳しい、インボイスを出せ、でインボイス出したらこのインボイスは本物ですか、お前何言うとんねんと。株高とかさ、まあさっき言ったような話、こういったところに行くと資産ってジャンルがあった中で皆さん投資したことがないっていう人多いんだよ。でも実は投資してんのよ。資産の中にキャッシュがあって、だから何に、はいって言ったらみんな日本円にフルベッドで投資してるってことなの。危なくない？ああ、そういう考え方なんですね。そうだよ、確かに。投資したことないんですじゃないですよ、あなた日本に 100% 自分の命を投資してるんだよって、そういうことなんだよ。だからね、考えてほしいのがアンティークコイン、はい、よし投資するぞとかじゃなくて、資産の中のキャッシュ、この 100% フルベッドしてたものの一部をアンティークコインに置き換えるって考えてるですよ。いやもう確かに間違いなくそこだけですよね、置き換える。非経済圏、経済圏にある中心のマネーから非経済圏にある美術骨董とか、そこにお金持ちってのはみんな資金移動してんの。円とかねドルとか分かんないよ、通貨が必要な時にまた戻せばいいじゃんって、単純な話なんですよ。今の時代だから絶対的に必要だよねって。であとはストレスのない投資だから、心の平安が保たれる、ストレスフリーの賢者の投資ってことよね、はい、書籍にも書いてますもんね。そうよ、本当に賢者の投資ですよ。世界を見たらもう富裕層みんなやってますから、本当に冗談抜きよ。そういったのも含めてまあ楽しんでいけるんじゃないっていうかさ、500万くらいの持ってたっけ、はい。いや、もうそんな金額はもう60万とかの、ちょっと以前買いたいですっていう話で譲ってもらってっていうところぐらいじゃないですかね。もうそれもそんな100万超えたものは買ってないです。だからもう500万って逆にオークション出すっていうタイミングだから買える部分もありますけど、不安ですよね、結構。どうなるんだろう。まあそうよね。最初はそうかもしんないけどさ。わかる、はいはいはい。僕も最初はそうでした。じゃあこれ言ったら調子乗っちゃうかもしんないから言いたくないんだけど、調子乗りたい人。はい。はい、調子乗りたいです。
同じようなコインがさ、過去にはヘリテージオークションで5万ドル以上で落札されたことあるから、期待値高いのは間違いないからね。え、同じようなコインっていうのは、え、大盤ですか？そうよ、 MS64 の。そうなんだ。いやでもこれ4日後とかですよね、多分これ。そうよ、6日だから。そうですね、楽しみと緊張、ドキドキというか、なんていうんですかね。まあだから心配する必要がないってこと。わあ、楽しみですね。ありがとうございます。夢が膨らみますね。そうよ。いやでもいいのか、500万でしょ。まあでも楽しみですね、期待値で言うと、うん、にもかくにも楽しみで。かくちゃんだけにね。いや、とにもかくにものかくですか。しょうもない。まあとにかくね、6日の17時頃が大場のタイミングだから、まあ、首を短くして、はいはいはい、長くしても意味がないんでね、短くして待ってましょうよ。わかりました。じゃあ当日ですね。はい。じゃあまあということで、視聴者の皆さんもね、一緒にまあ追いかけて。そうか、これ動画か。全然忘れてました。はい。最後まで見届けていただけたらと思います。まあ、忘れないうちに、チャンネル登録と、はい、できたらコメントの方もね、お待ちしております。まあ、もしくはお待ちしてます。落札価格の予想なんかをコメントにしてもらってもいいかもしれないね。どれぐらいになるんでしょう、皆さんもどう思いますか。落札価格ピタリ賞した人には何かプレゼントし、はい、今度考えよう、それ。ぜひ落札予想価格をぜひコメント欄にね、ぜひ書いてください。それ以外のコメントももう喜んでもう欲しいからね、よろしく。じゃあそんな感じでいきますか。それじゃあおやすみ。おやすみ。